皆さんどうも、チャコラジ、通常回、久々です。このラジオ、最近の回を続けて聞いてくださっている方は、オープニングでヘっタクソな鼻歌を歌わない回を聴くのが久々だと思われるかもしれませんが、はい。えっ、ー、と、前回のラジオをもちまして、ポケモンのアニメ主題歌考察っていうのをずっとやってたんですけど、まあ、それの区切りがついたっていうことで、久々に YouTube のメインチャンネルの方でやっている対談動画の えー、収録裏話の回をね、本日はやろうと思います。っていうか、この多分通常回やるのほんと1、2ヶ月ぶりぐらいなので、なんか割とダラーンとした気分で喋れるのが、個人的にはね、懐かしいんですけど、あの、ポケモンシリーズね、ガチガチで台本固めてるんで、もう本当に <laughs>、1秒でも収録時間を短くしようとかなりアップアップしながら撮ってたんですが、まあ、この通常回もね、 一応なんかゆるーくこんなこと喋るっていうのをメモしてあるんですけど、なんかそこまで厳密にあの、撮らなくてもいいなーっていうのはあるので、割とこう気楽に喋れる風ではあるんですけど。<laughs> っていう風でもね、今回もよろしくお願いいたします。えー、で、今回は何の収録裏話会かっていうと、 ちょうど1ヶ月ぐらい前に YouTube のメインチャンネルの方で公開しました対談動画。ファイアーエンブレム風化節月っていう任天堂スイッチのゲームソフトがあるんですけど、まあそれがめちゃくちゃ推しだから <laughs>、推し作品なので語りたいって言ってくれた2人のゲストとの対談動画です。それの、まあちょっとカットの都合でね、喋りきれなかったところとか、まあ混み入った話っていうのを、まあもったいないのでラジオの方で供養したいということで、 今回もお送りしていきます。まだそちらのね、会話をご覧になってない方は、そちら先に見ていただいてから、このラジオを聴いていただくと、より楽しめると思います。では、本日もよろしくお願いいたします。ちょっと噛んだね <laughs>。はい、というわけで、えっ、ー、と、今回のね、動画のゲスト、改めて紹介しておきますと、一人目が、あみさん。三回目の出演ですね。と、えー、お二人目が、ミーシャさんも、一度来てくださっているので、二回目の出演です。 この二人がもともと趣味でね、繋がってたんですが、そのゲームを通して <laughs>、あの、より親しい仲だっていうことで、まあ二人いっぺんにもうゲストとして来ちゃおうっていう回を今回計画しまして、この収録になりました。ちょっと三人で収録するのまあリモートで収録してるんですけど、いけるかなぁと思ってやったら、まあいけたので <laughs>、そのまま頑張って編集した感じになりますね。ちょっと音質は、 相変わらず、まあ、私のね、回線がゴミなので、非常にちょっとお聞き苦しい点がたくさんあったと思うんですが、ご容赦していただいてね。で、今回のテーマが、ファイアーエンブレム、風化節月。ここまでがね、タイトル、ちょっと長いんですけど、まあ、このラジオでは、えー、風化節月と略させていただきまして、えー、2022年6月24日に、新作になる、ファイアーエンブレム、無双え、無双シリーズありますね。 あれが発売になるっていうことで、まあ、それを記念して、それが楽しみだっていうのも含めて、収録ついでに語りに来てくれたっていう感じなんですね。で、ファイアーエンブレムもだいぶシリーズ長いと思うんですが、私自身、えっ、ー、と、この風化節月はね、まず私スイッチ自体を持ってないので、やってない、あの、マジでエアップで今回 <laughs> 収録に臨んだんですが <laughs>、 <laughs> よく喋りきれたなって思うんですけど、まあ聞いてただけですけどね、ほとんど。で、えっ、ー、とね、私自身は、大昔に DS 版かなえっ、ー、と、を友人っていうのかなまあ知り合いにちょっと借りて、で、確かそれをなんかやろうと思ったきっかけも、別になんか戦略シミュレーションゲームは得意な方ではないんですが、 あのー、まあ、アクション RPG よりかは、別になんかその、機敏な操作を要求されないので、要は、なんて言うんだろう、敵が動くターン、自分が動くターンっていうのが、こう、次々に移り変わっていくので、今ここで A ボタンを押して攻撃しないと死ぬみたいなのがないんですよ。なんか私、時間制限あるゲームが多分苦手で、その操作がね、下手くそだから <laughs>。と <laughs> いう意味で、ファイアーエンブレムは、割とちょっと考えてから、 攻撃のターンが移り変わるゲームなので、その点では、まあ、やったことないけど、ほぼやったことないジャンルなんだけど、すんなり入れたゲームだったなっていう覚えはありますね。あの、まあ、だから私、ドット絵が好きなんですよ。えっ、ー、と、自分のこの YouTube チャンネルのなんか、えっ、ー、とな、なんていうのこれ、チャンネルアートとか、アイコンとかも自分で打ってるんですけど、で、このファイアエンブレムのその古いやつとか、 FF、えー、タクティクスとかもドット絵だったのでそれが結構可愛くってやってた記憶はありますねでまあこの風花雪月はもうがっつりあの超グラフィックが上がってる、えー、3D でねバシバシ動くやつなんですけどでまあそれをやり込んでらっしゃる えー、ミーシャさん。ミ i シャさんはもうめちゃくちゃやり込み勢で、で、アミさんはそのミーシャさんから布教されて、えー、この風化節月を買って、収録時点で一周目をプレイしているっていう状態の方なんですね。で、しかも私は実況しか見てないエアップ勢っていう感じで、まあ、動画でも言ったんですけど、全員こうプレイ歴が違うわけですよ。あの、だから、私やったことないわけなので。<laughs> どういうテイストで喋ったら話うまくいくかねってこう、事前のね、お試し通話で3人で喋ってたんですけど。で、まあ、その話し合いの結果ね、Misha さんは、この無双が発売された後、ある程度やり込んだら、また単独で、その無双バージョンの布教をしに、多分ゲストに来るだろうっていうことを言ってくださってて <laughs>。また収録しに来るわ、って言ってて。だから、 今回は、その、一周目プレイしてる、その、アミさんの方にスポットを当てて、アミさんメインで、基本的にこう、トークしていかないっていう風な流れになったんですね。で、基本的に、アミさんを中心に喋ってて、ところどころで、私が補足情報を入れたりするねっていう風に、ミーシャさんが言ってくださったので、じゃあ今回のトークの流れは、大体そういう感じにしようねっていう風で、えっと、大まかな、そういう流れだけ決めて <laughs>、 えーと、もう、あとはほぼフリートークっていう感じだったのが、あの動画になりますね。で、一応ですね、まあ、今回も久々に未公開シーンのトークをちょっと、えー、と、二つほどね、流そうかと思って用意してきてあるんですが <laughs>。えっと、ミンシャさんが実際にこう、アミさんがね、今プレイしてる状態になってますけど、その、くどき落とすまで <laughs>、不況というか、風化節月面白いからやって、 っていうのを、まあ、おすすめして、実際に買ってプレイしてもらうに至るまでの、なんかその、口説き落とすまでの一連の、なんか経緯みたいなところを、それも、まあ、今回の動画の予約も兼ねて、改めて流してみたいと思います。まあ、登場人物としては、布教された側のアミさんと、布教した側のミーシャさん。で、もう一人いまして、そのランタンっていうのが出てくるんですね。 このランタンっていうのはえ、ゲーム実況者、ジャック・オ・ランタンさんっていう方なんですが、もともと私もアミさんにね、このランタンの実況面白いよっていうことでおすすめしてもらって、そこからめっちゃ見るようになったんですけど、で、このランタンの実況を通してアミさんも、え、風化雪月って面白いじゃんっていうことで実際ゲームを買うに至ったっていう、まあ、なんか本当に作品とアミさんをつなぐ役割を果たした方なので、まあ、その経緯についてね。 皆さんに聞いていただこうと思います。それではちょっといきなり会話が流れますので心の準備をお願いします。それでは未公開シーン一つ目流したいと思います。どうぞ買っっててやるる価値あるなって感じうーんすげえなんかめっちゃ説得力あるね<ひ>今のは。ねか実際にさ <laughs> 私 がさ、アミに私の好きなゲームランタンもやってるから見てほしいなって言って見てくれて好きになってくれたからすごい<初>なんかそう言ってくれて嬉しい <laughs>、うん、いやう見始めって結構長いじゃん実況うん長いねわり、ね、と割と私飽きやすいから歌い物で見れるかなーと思って見始めたらめちゃくちゃ面白くて、うん、<laughs> わかるーそれ そう、普通に最後まで見て、で、まあ、その、もうね、ミーシャからの支援がすごいから、うそう、送っ <laughs> <laughs> て、<laughs> あれ見て、<laughs> みたいな、そうそう。で、それで、まあ、どんどんハマって、なんか、ミーシャと二人で通話するときとかに、<laughs> なんか、私が全然知らない、その、ランタンの実況でやってない、その支援会話とかも、聞かせてもらって、 あ、あとあれじゃん、ドラマ CD も一緒に聞いたよ。あ、そうっへぇーそう、実は、風化節月ドラマ CD があって。え、<う>知らないそれ。そう、ね、ストーリーが、うん、なんか先生はか、あの、その、主人公だから、声は出ないんだけど、三、うん、人の球場が出てくるの。はい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 。その、先生が、その、寮の鍵をなくしちゃって、それをみんなで探すっていう。へえ。 すごいよくてめっちゃ可愛くって、うん、そうキャラクターのさ苦手なものとかそれでちょっと触れられたりとかするからすごい面白くて<ー>そ,うその存在すらも知らないからうん,、うん、手に実況だけ見た状態でその名刺がすごいなんかうん、うん、これもいいよ、あれもいいよってめっちゃ聞かせてくれて、うん、まあそれでちょっとその他のクラスとかの中身も知ってでゲームやってやってって言われててずっとねでもその 時間がなくて、私のね。そうだよね。そう、時間がなくて、やりたいけど、でもあれやるってなったら結構時間かかるし、ゲームカセットもそんなめっちゃ安いわけじゃないから、いややりたい、やりたいねーってずっと言ってて、うん、やっと、今その春休みで時間ができて、うんうん、買うかってなって、うんうん、で、そしたらその、この、今のこの収録のお誘いをいただくて、 いやこれはもう絶対やらなきゃいけない状況だなってなって。<laughs> で、やり始めたらめっちゃ楽しくて、今になるって感じだよね。だからもう、二人のその後押しがすごい。え、どうしてたもん、私。っちゃ後押しされてる。え <laughs>、暇だな、みたいな。なんかゲームやり、なんかやろっかなーって言うと、もうすごい。推しがやばい。<laughs> キアラはね、声かけてたわ。おもろ<る>そ,うそうそうそう。はい。ここまでが、MISIA さんがアミさんを落とすまでの流れになります。いかがでしたでしょうかいや、もう本当にね、任天堂からお金をもらっていいレベルの布教活動を、ガチで行ったんだなっていうのがもう、お分かりいただけたと思うんですけど、やっぱ難しいと思うんですよね。そのアミさんも途中で言ってましたけど、 時間がないんですよね。特に。やっぱ学生さんだと。まあ、社会人でもそうだと思うんですけど、本当に時間もないし、あとお金もね、そんなに今のゲームソフトって安くないから、どうしてもこう、そういうところにリ,リソースを割くっていうのは覚悟いると思うんですよ。本当に面白いのかっていう確信がないと、あの、決断に至れないと思うので。まあ、それを根気強く布教していった、ミシャさんの熱量もすごいなって思うし、それを繋ぐ役割を果たしたランタンの。 動画の果たした仕事ってでかいなって思うしであと本編でカットしたところで言うとドラマ CD の下りですね今回のファイアエンブレム「FIREEMBLEM 風花雪月」はかなりキャラクター一人一人の設定が濃く描かれているのでそのなんか人間模様みたいなところをこう親しみが湧くようなストーリーが入ったドラマ CD が 存在するようでして、なんかこういう要素もあることによってね、こう想像力をかき立てられるというか、作品への没入感みたいなものが高められるように、あの、いろいろこう展開されているのがね、やっぱり、何ですかね、任天堂側の戦略としてもさすがだなっていう風に感じましたけど。はい、ちょっとその辺のところをね、紹介させていただきましたが、もう一つね、紹介したい未公開エピソードございまして、二つ目が、 カップリング見つけんの楽しいよねっていう話です <laughs>。えっと、カップリングっていうのはピントきますでしょうかまあ、要はカップルですよね。カップルの i n g 系で、まあ、なんか A っていうキャラクターと B っていうキャラクターを、まあ、こう、その二人の組み合わせ、 例えばその絡みであったりその2人だけのイベントとかそういうものを楽しむっていう文脈でカップリングっていうのがまあ使われていたりすると思うんですがねでこの風花雪月キャラクターがめちゃくちゃ多いので自分のなんか好きな組み合わせを見つけたりするのがすごい楽しいみたいなことをしゃべってくれたんですね。 めっちゃ楽しそうに喋ってくれたんですけど、あの、初見さんにはそのカップリング、キャラクターの話が入ってくるとちょっと伝わりづらいかなと思って、本編ではなくなくカットしましたが、まあ、ラジオの方ではね、流したいと思いますので <laughs>。えーと、ちょっともうこの二人がニヤ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 している様子をお楽しみください。それでは、えー、未公開シーン二つ目流したいと思います。お聴きください。どうぞ。 まあそこメインでこうやろうかなみたいな。うんうん。そうだね。カップリング見つけるの楽しいよね。めっちゃ楽しい楽しい。いや、マジで楽しい。本当に。いや、なんかその、二次創作とかも結構見てるから。あはい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 。こことここいいなみたいなのはあるけど、うん。まあとりあえず最初は流れに身を任せてみようかなみたいな。はい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 。その後に自分のまあ好みに合わせて。うん。 を寄せていこうかなう。そうだね。まずは原作をねちゃんと見てから自分で食べたいところね決めて。ここの内,容を内面を知ってから、うん、くっつけようかなみたいな。いいねいいねいや、まち、あ、楽しいキャラクターが多くて。<laughs> うん、<laughs> 私もなんか一周目からバンバンくっつけてたわ。<laughs> <laughs> 絶対ここのカップリング見たいんだけど <laughs> とか思ってめちゃくちゃ一緒に食事させた <laughs> めっちゃ楽しかったなあの瞬間そういや,いや本当に早く23週目やりたいうん,うん予備知識ゼロだからさそうよね絶対楽しい私も記憶にあるから <laughs> マジ記憶を消してもう一度やっあ出たもう一回ゼロの状態からってことね いや、えー、本当に楽しい。面白いな街マジで買ってよかった。うん。あよかったうそう言って。すげえ、一周目まだ途中なのにもう買ってよかった宣言出るっていいね。<laughs> はい、いかがでしたでしょうか。<laughs> 一番最後にね、キラーワードの記憶消したい。記憶消して、もう一回やりたいみたいなの出てめちゃくちゃ面白かったんですけど。<laughs> あのー、 まあなんかね、聞いてて、ちょっと伝わったかわからないので、若干補足しておくんですが、このゲームって、えっと、普通になんか主人公としてやっぱゲーム進めていって、ストーリー、あの、どんどん進んでいくんですが、一番最後にね、その自分が解放したえ支援会話っていうね、キャラクター同士の会話イベントの、なんかこう、進行状況とかによって、そのルートでのその後、なんか後日談みたいなのがテキストで表示されるんですよ。 で、それがほぼ全キャラ分なんか出てきて、そのプレイヤーが見てきたストーリーによってが、例えば、主人公がどのキャラクターと最終的にくっついたり、その仲良く終わったのかっていうくだりも、もちろんテキストで出るんですけど、主人公以外のキャラクターたちがその後どうなったのか、えー、例えば一人で生涯を終えたのか、 親友として、みたいなめちゃくちゃ仲いい間柄として、年取るまで、こうこうこういう風に過ごして生涯を終えました、みたいなテキストが出てくるんですよ。その組み合わせが多分もう膨大な数あって、で、それを見ることで、なんかそのカップリングとして成立したんだっていうのを楽しめるっていう要素があるんですね。 あの気になる方は、ランタンの実況の最終回を見ていただくと、そのテキストが出てくる様子がね、見れるので、あ、こういう風に表示されてるんだっていうのが、あの、お分かりいただけると思うんですが。で、まあなんか、そういうのを聞いていると、ちょっとやっぱ時代が変わってきているなっていうのは感じていて、昔のゲーム、昔って言ってもあれですよね、例えば20年ぐらい前のゲームで、うんとめっちゃ分かりやすいので言うと、 昔のゲームって主人公と、えー、他の誰のキャラクターをくっつけるかっていうカップリングの楽しみが強かったと思うんですよ。例えばドラゴンクエスト5の、えー、主人公が誰と結婚するかっていう二択をね。 絶対選ばなきゃいけないイベントがあったんですよ。えー、ビアンカとフローラっていうちょっとタイプの違う、えー、女の子のキャラクターを選ばなきゃいけなくて、そのどっちを選ぶかでストーリーが変わっていくっていうのがあったと思うんですけど、そういう主人公かける誰々っていう要素の他に、今のゲームってその主人公以外のキャラクター同士の組み合わせ、 カップリングを見つける、で、ニヤニヤするっていう喜びが、あの、なんていうんですかね、プレイヤーの楽しみの一つとして強くなってきてるのかなっていうのは、この風化節月のシステムを見ていてめっちゃ感じるところではありますね。で、これ何がいいかっていうと、多分任天堂的にはね、ちょっとすごいメタな話をめっちゃしてるんですけど、あの、二次創作がやっぱり活発になってくるのかなーっていうのは思うんですよ。まあちょっとその話はね、後で。 させていただきたいなと思うんですが。ちなみに今の未公開シーンで私が一番嬉しかったなって思ったところはね、一番最後のアミさんが、この収録時点ではまだ一周目の途中なのに、いやもう買ってよかったわっていうのをさらっと言ってくれたところなんですよね。これ私が別に布教したわけではないんですけど、なんかそういう、あの、もうすでに買ってよかったんだよね、もうこの作品大好きなんだよねっていう、 素の感想をポロっとこの収録中に言ってくれたのがめっちゃ嬉しかったですね。ああ、そういうの聞きたいんだよねっていうところがあるので、あのー、ちょっと流させていただきました。<laughs> いやー嬉しいですね。で、まあ、あと他にもカットしたところ、まあ、口頭でなんですけど、ちょっといくつかね、お伝えしたいなって思うんですが、あのー、今ね、カップリングの話ちょっとしてたんですけど、 最近のファイアエンブレムを多分やってない方私みたいなすごい昔のハードでやったのが最後だっていう人たちはこんな風に思ってるんじゃないですかねえファイアエンブレムってキャラゲーだったっけみたいな <laughs> カップリングとか探すゲームだったっけってやっぱ思いませんか昔って、まあ、私もそんな土初期はやってないのであのなんかそれこそ実況とかで知ってる程度なんですけど初期のタイトルって もちろんなんかそのキャラー要素、まあ、別にキャラクターはいるし、設定ももちろんあっただろうけど、そこまでなんかそのキャラクターの老い立ちとか、えー、とかには全然踏み込んでなかったし、なんかその戦略ゲーとしての要素がすごく強かったっていう印象だと思うんですけど、ただ、その今回のファイアエンブレム風化雪月の上手いところは、昔ながらのシステムをちゃんと残したまんま進化しているっていうところで、 えっと、まあ、ファイアーエンブレムあるあるで言うと、その、キャラクターロストが結構シビアなんですよね。戦闘において、なんか、例えば、プレイヤーの操作が下手くそで <laughs>、敵のキャラクターにこっちの味方側のキャラクターを殺されちゃいましたと。 普通のゲームだったら、そのバトルが終わるまでは、その死んだキャラクターは使えないけど、バトル終了後は、また次のバトルになったら、その、さっき死んでたキャラクターがまた復活してるっていう風になると思うんですが、ファイアーエンブレムは、一回そのバトルで死んじゃったキャラクターは、本当にストーリーの上で死亡したものとみなされて、ストーリー進んでいくんですよ。だから、復活しないので、死んだら本当に死んだままっていう <laughs>。 シビアな,、えー、となんかシステムなんですねもともとが。ただ今回の「ファイアーエンブレムではそればっかりだとその新山勢はしんどすぎるのでカジュアルモードっていうのがあるらしくって。 もし、そのバトル中にキャラクター死んじゃったとしても、本当にロストしないで、まあ、他のゲームみたいに、次のバトルの時には復活するよ、みたいなシステムだったり、あと、なんなら、主人公の力を使って、数ターン前に時を戻すことができるシステムもあったりするので、思い入れのあるキャラクターが死んじゃって、その後ゲームをやる意欲がなくなったっていうことがないように、こう、配慮がされているんですね。 で、ただ、えっ、ー、と、そういう、なんか、ぬるくない、ガチでやりたい、その、キャラクターが倒されちゃったら、本当にロストしてしまうかもしれないっていう、緊張感のある設定を持ってやりたいっていう方向けに、クラシックモードっていう、昔ながらのシステムも選べるようになっていて、そっちだと、昔みたいに、あの、死んじゃったら死にっぱなしっていう風にプレイできるそうなんですね。だから、その、古参向け、新参向けみたいに、その、 プレイモードが切り替えられるっていうシステムを搭載しているのもさすがだなって思いますし。で、なんなら、それとは別で、難易度設定もあって、なんか、ルナティックとか、あれですよね、東宝みたいな、東宝プロジェクトみたいな感じで。東宝もなんか、ルナティックとかいうなんか、えっと、難易度設定あった気がしますが、そういうなんか、あファイアエンブレムってキャラクターゲームになっちゃったのね、みたいな感じで、子さんプレイヤーが離れていかないように、 昔のプレイヤーもしっかりがっつり話さないでキープしたままこうキャラクターの要素も入れて新しいプレイヤーにもファイアエンブレムシリーズに触れていただこうっていうニンテンドーの戦略というか工夫が読み取れるなっていうのが結構収録していて思ったところですねちょっと真面目な話になっちゃいましたが <laughs> はいまあ脱線ですけどちなみに 私は DS 版でやっていた時は確実に塗るゲーマーの方っていうか、まあ私そもそもゲームが全然得意ではない。得意じゃないのに好きっていうね、ややこしいあれなんですけど。だから、あのー、毎回死んでましたね。<laughs> 5人ぐらい、なんかどう頑張っても死んじゃうんですよ。だから <laughs>。 何週か遊んだ記憶あるんだけど、この面では、このキャラクターとこのキャラクターはもう絶対死んじゃうから、もうおとりとして、もう殺そうみたいな。<laughs> ごめんみたいな感じで <laughs>。死ぬ前提でストーリー進めてた覚えあるな。それぐらいやっぱシビアだったんですよね、昔の。ファイアーエンブレムって。はい。まあ、ちょっとそんな思い出もね <laughs>。あの、引っ張り出しつつ。 こっからちょっと私のなんか深読み考察をね、したいと思うんだけど、その、なんでこんなに風花節月がヒットしたんだろうなっていうのを、なんか私なりのね、浅い考えを述べておきたいなと思っていて <laughs>、この収録を通してね、感じたこととして喋ってみたいなって思うんですけど、まあ、風花節月、2019年に発売になったんですが、翌年の年末、 2020年12月末時点で、ファイアーエンブレム史上最多の売り上げになるそうなくらい、本当に大ヒットしている作品になったんだそうなんですけど、これなんでかなっていうのを、あの、この収録を通して考えてみますと、やっぱりね、ゲーム実況者の存在ってでかいんじゃないかなと思って。だからその、さっき言ってたランタンね。二人が言ってましたが、その、ランタンを通して、 このファイアーエンブレム風化節月に興味を持った人が少なからずやっぱりいたんじゃないのかなっていう風にはね、アミさんとかも言ってましたけど、それぐらいなんかこう今ってさ、早そ々うそうなんか買ってまでやるゲームってやっぱ少なくなってきてんじゃないかなと思うんですよ。まあ、CD も売れなくなってきてるし、そのゲームもゲーム実況っていうのがさ、もう動画で山ほど ネットで見れるから、もう見て満足っていう人がすごく多いと思うんですね。それにもかかわらず、めっちゃ配信されてるにもかかわらず、こんなに売れてるっていうのは、やっぱりその、実況を見てもなお、自分でその物語を体験したいっていうね、えっ、ー、と、アミさんも言ってましたが、買ってやる価値があるって、そう思わせるのって、 ストーリー的なネタバレをしてもなお、やっぱゲーム実況者のそのなんか役割ってでかいのかなって思いましたね。任天堂はさ、確かもうゲーム実況に関しては著作権全然いいですよっていう風になってると思うんですが、でも本来はね、昔の考え方で言うとね、ゲーム実況されるなんてのはさ、ゲーム会社 ゲーム制作元としてはさ、もう痛手でしかないじゃないですか。だって、動画の中で全部ストーリーネタバレされちゃうわけですから。でも、近年に関しては、もうそれ、ゲーム実況されるのはもう前提に立って、だったら、ゲーム実況されてもなお、やりたいと思わせる要素を作ればいいじゃんっていう、その逆の発想で作られたのが多分、風化節月だと思うんですね。 そのプレイヤー、そのプレイヤーにしか作り出せないストーリーがあるから、実況では満足できなくなるような、そんな仕掛けを、あの、作ったからここまでヒットしてるんだろうなっていうのは本当に思うんですよ。で、さらにもう一つの要素として、二次創作っていうのが挙げられると思います。さっきもちょっと言ったんですが、えーとね、二次創作に関しては、 Twitter だとね、ファイアエンブレム FE 風化雪月の他に、もう一個タグがあってね、FE3H、これ、英語版のタイトルが t h o u s e s っていうタイトルなんですが、それの略なんですね、FE3H。これをそのまま、えー、Twitter で多分検索していただくと、世界中から集まったファンアートが見られるんですね。 でそのタグの中を見ていくと、ゲーム中のイベントとか、キャラクター同士の会話についてのこうファンアートであったり、その続きを妄想して描かれた漫画とか。 好きなキャラの立ち絵とかね、あの、この戦闘のシーンを切り取っためっちゃかっこいい躍動感のあるイラストとか、そういうのが死ぬほど投稿されてるわけですよ。で、そのなんかファンが妄想した作品を見て、さらにその考察みたいなところをやってる方たちもいらっしゃって、どんどんその二次創作から発展して三次創作四次創作みたいにこう、どん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 広がっていくわけですよ。で、 それの、やっぱ、その解釈をしようと思うと、原作に戻らざるを得ないというか、このシーンではこうなってるから、やっぱりこのストーリーの、こうこうこういうセリフって、こういう背景があると思うんだよね、みたいな。その連鎖で、どんどんなんか二次創作界隈が盛り上がっていって、あ、のなんか FE 風化節月っていうタグめちゃくちゃ盛り上がってるな、ちょっと気になるの見てみようっていう風で、こう新しい人がねど、んどんどんどん誘い込まれるんじゃないか、みたいな風には思うんですけど、 ちょっと早口になってきてしまって申し訳ないんですが、あの、あれですね、岡田斗司夫さんもね、いい作品には二次創作がいっぱい生まれるみたいな、いいアニメ作品だったかな、みたいなことをどっかで言ってたと思いますが、まあそういう要素がやっぱりゲームでもあると思っていて、まあ風化雪月ってキャラクターが単純に多いんですよね。2、30人多分いるから、その分組み合わせが多いじゃないですか。 A といいうキャラクターに対して20人ぐらいの掛け算、組み合わせができるのでその分二次創作もやっぱ生まれやすすいですよね。まあ加えてあとはその派生シリーズ派生作品が多いなっていうのはあると思っていてスマホのアプリ版で「ファイアーエンブレムヒーローズが確かあるんじゃないですかでそれに加えて今回の「無双版」ですよね。っていうのもあって今すでについてるファンにこうなんかいろんな切り口で。 楽しんでもらおうっていうのがすごい感じられるので、それはなんかこう飽きずに長く、今2022年ですから、3年近くもう経ってるわけですけど、発売してからね。それでもなおこんなに盛り上がってるのは、その、やっぱ戦略はめちゃくちゃあるよなーっていうのは感じました。だ結論としては、その、風化節月っていう1個の材料、作品で、何回もこう違う味付けでこう料理して出してくれているわけですよ。 なので、こう、かつてのプレイヤーも戻ってくるというか、より知名度が上がるようなシステム、仕組みを作ってるから売れてんのかなって思っていて、新しいプレイヤーを呼び込む新しさと、昔やっていたプレイヤーに響く懐かしさのバランスが絶妙なのかなっていうふうには感じました。はい。えーと、この動画のね、まとめとしましては、やっぱりね、二人の熱量がすごかったなと思っています。 ゲスト2人のこれはね、実は収録の前から思っていて、お試しの段階から思っていたんですよ。お試し通話っていうのを必ずやってるんですけど、その時に、なんか、このゲームやばいよみたいな話を二人がするし、テンションがめちゃくちゃ高かったので、あえて、もうそもそも私たちはプレイ歴が違いますよっていうことを、 際立たせるような構成にして喋った方がより面白いかなっていう風であの,あの構成にしたんですね。エアップ勢、やり込み勢、一周目プレイヤーみたいな風にしたんですよ。それでもこんな楽しく喋れたのってそうさせるだけの作品の魅力、パワーがあるからこそできたんじゃないかなっていうのはめちゃくちゃ感じました。プレイしてるしてないに関係なく こう熱量で喋れる。そのキャラクターとかそのストーリーへの自分の個人的な思い入れだけでいくらでも喋れるっていう、なんか作品としての力ですよね。それがでかいっていうのがめちゃくちゃ伝わってきたんですけど <laughs>。じゃあ、そこまで言うんだったらなんでお前は風化節月を買ってないんだ。なんでやらねえんだっていう話になると思うんですけど <laughs>。これに関してはマジで申し訳ないです。お金がないんですよ。 <laughs> でもこれはさ、あの学生自分であるアミさんにも同じことが言えるわけなので、でも彼女はあの、お金がね、そんなに安いソフトではないからとか言いつつ買ってるわけですから。<laughs> 単純にね、私があの、クリエイターに対する敬意が足りないんですよ <laughs>。これはもうマジでね、これ言われたらグーの音も出ないんで自分で先に言っとくんですけど <laughs>。本当に、 この作品が素晴らしいなって、心の底から思ってるんだったら、布教された時点で買えっていう話なんですけど <laughs>、こんなに熱を持ってね、アミさんとかミーシャさんが喋ってくれてるんだから、本当にそれを思ってるんだったら買えよって、買ってからこの収録しろよっていう話なんですけど <laughs>。 まああの、このラジオでも何回かどこかで言ってると思うんですが、私はね、以前、うん、好きなアーティストなんですけど、その場合はね、の、なんか、グッズとかを自分の好みとかに関係なく出されたもんは全部買おうっていうのをやってて、その結果、生活が破綻したので <laughs>、 それ以来周りにもなんか経済的に管理が、自己管理ができないから、ちょっと結構なんかセーブさせられていたりするのもあるし、自分でも歯止めが効かなくなるとやばいなっていうのは、ちょっとそこでめっちゃ感じたので <laughs>、このなんか対談のね、あれやるにあたっては、自分にできる範囲の予習で臨もうとは、最大限のね、予習で臨もうと思っているので、まあ今回は、あの、だから、 エアップなんですけど、ランタンの実況を、まあ、少なくとも2周はさせていただいた上で、そのキャラクターの名前とか、ストーリーの流れとかは、最低限把握した上で、臨ませていただくっていう <laughs>。そこまででございました。本当に申し訳ない。ちゃんとね、スイッチとゲームソフトを買えばいいだけの話なんですけど、まだね、チャンネル登録者数が乏しいもので、 広告収入もございませんから、そのように予習代に回すことができないのが心苦しいんですけども、大変申し訳ございません <laughs>。ランタン、本当にありがとうございました <laughs>。で、改めて、今回お話ししに来てくれた、アミさん、ミシャさん、ありがとうございました。ゲスト代の予習ンパも、あの、受け付けておりますので、もしよろしければ、概要欄の方でね、あの、アマゾンギフト券とか、えー、LINE とか、PayPay かな、あと送れるような、あれを貼ってありますので、よければ、 チェックしてみてください。よろしくお願いします <laughs>。で、あとまあ今回のね、ラジオに関しての感想、コメント、歓迎でございます。ツイッターでしたら、ハッシュタグ、チャコラジでツイートしていただくと、エゴサーチしますので、またそちらもよろしくお願いします。はい、本当はね、このままお便り行きたいと思ってたんですが、長くなってしま,ししまったので、別のエピソードでお便り会やりたいと思いますので、よろしくお願いします。 はい。それでは本日は以上です。ありがとうございました。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。